僧老文は日本語のうち中世から近代にかけて用いられた文語の文体の一つである。文末に丁寧の補助動詞、こう多く。こうは元来、基人の傍らに使える意の動詞であったが、平安時代に織の献上後、さらに丁寧を表す助動詞に転じた。平安末期には現代語の出すます体のように交語で盛んに用いられたらしい。 鎌倉時代には文章としても書簡などに用いられ文語文体として確立した。室町時代には洋曲の語りの文体としても用いられた。この頃には公語としては廃れたとされる。対照的に文語としてはさらに普及し、江戸時代には公文書、実用文などのほとんどをこの文体が占めた。文書の種類は複製関係、反省関係の公的文書の尊。 漁村、都市関係文書産業、交通、商業、貿易関係文書以上のような、ほとんどあらゆる分野にわたって、形、上進、互い通りの関係にある文書が、総論文の形で存在する。江戸期の総論文の特徴は、使われる文字と文体である。何らかの目的を持って、相手に自分の意思を伝えるために書かれたものが多い。使われる文字は、 漢字の行草書、一体あざ、変体仮名、行草書の漢文の序字、ひらがな、カタカナ、合字など。さらに、明治時代のみならず、昭和初期においても、一部の私的な書簡や、外交文書などに用いられた。講談社、吉川英治全集の書簡集の巻によれば、収録されている書簡で、総論文のものは1954年が最後である。なお、 新書にも総労文が使われていたため、現在でも企業等において、いたしたびやため年などの総労文由来の文体が使われている。明治時代の一円紙幣。中央の一円の文字の下に、縦書きで、この顕微機械に、銀貨一円合い渡し飾る総労なりとある。文体の特徴は、日本語の語順で恋が並ぶ文章に、 漢文に由来する定型の返し読みを混ぜて書かれたことである。文末に項を使うので、総論文の名がある。学点、句読点はない。返し読み文字の例、助動詞では、助、不、ため、例、か、比など。動詞、助詞、その他もある。戦後の国語改革ですべて、ひらがなで表記することになった、接続詞、副詞、代名詞。 助動詞などの多くが漢字、またはその略体で表記される。送り仮名、女子に該当する部分に変体仮名、ひらがな、カタカナ、合字、さらに波行草書の漢文上字が使われるが、公式文書に近いほど仮名部分がなく、漢文帳である。さらには書き手や文書の性質によって、漢字とか名な,などの使い方はまちまちである。 また女性手紙に金仕様が多いのはもちろんだが、男性でも指摘文書、内側向けの文書は金が多い傾向が認められる。行政司法などの公式文書以外に書状、商用文、記録、日記、証文、赤書手形、修文手形、共同生活に関わる文書に至るまで、かなりの文献がこの総論文様式である。 普段使っている話し言葉に関係なく、各文章に使われた文語文は、方言による意思疎通の困難を克服するという意味では、非常に便利に使われた全国的様式だった。以下の文は、幕末の王女和宮親子内心脳公家の際の村々会場である。和宮様ご下校の節夜度慶人場タイルマ左の村々、中仙道浦和宿校等文。 スケゴウサルツ工場トンヤ愛食座は次第人八さん不松室無体差し出し合い、金かさるこういう当時年期旧約御用に限りぜまた、愛金かさるものなり右村村文休元年、和宮様御下校の説、宿継ぎ人馬多く入る間、左の村村、中仙道浦和塾へ、当分スケゴウ申し付け工場、トンヤより、愛触れ次第、人八さんいたさずとどこおりなく、 差し出し合図止めうすべく騒動、最も当時年期休約、御用に限り、これまた、合図止めうすべきものなり。これは、王政復古の大号令に関する法令、慶応三年第十三の後半の一部抜粋である。一九平五一荒いにつけ、言語の道、非法らかい交換、見込みありこれ向きは不幸期限、無期短化松室賢子と、かつ人災東洋第一の御急務に、 こうゆえ、浸透の二遊の校舎、早場や下遊現状工事。浅井純子編、暮らしの中の古文書、吉川博文館、荒井英治編、金星の古文書、小宮山書店、昭和44年総動文を使用した書簡の例として、例えば、場所書館集、萩原康夫公中、岩波書店1976年がある。野村康春、作法、文版、 現代作文大辞典金流道書店、1934年2ページここで著者は書簡文は総労文でも交互体でもいずれも差し支えないと述べて多くの総労文の文例を記載している社団法人同盟通信社自治年間昭和14年版1938年189から190ページこれらのページには ロンドン海軍条約による、主力艦及び、巡洋艦の献艦制限の遵守の保障に関する、英国大使、対日通告文及び、それに対する、帝国政府、回答文が、いずれも、総論文で書かれている。林秀夫監修、おさらい古文書の基礎、文例と、五位かしわ日本歴史学会編、演習古文書戦、吉川博文館、方言と総論文に関しては、 いがらしちからた監修、手紙講座第一巻平凡社昭和10年より、原文一致運動から来た、交互体に対して、昔の僧動文の由来を解雇する文である。江戸時代の自由交通現金のために、地形上すでに数多たの方言があったところへ、さらに白車がかかり、多半人倉庫間では、南蛮激絶としか聞こえない方言が多くなった。 その結果他藩の人種との談話がほとんど普通になり、江戸詰めの際などにはどうにもならないという結果になった。そこで当時詩人の間に流行していた陽曲師匠や全国的に普及していた往来仏などの口調を借りて用を足したことから発生し寛容式立ったものが僧侶文体である。母親の役に薩摩人が合図城を攻めたとき、 同案内にと呼び出した新刊との間に、どうしても話が通じない。思案の末、陽曲のことを思い出し、してとは木との掛け合いよろしく問答を進め、やっとうまくいったという逸話がある。吉田豊編、大奥激進読柏書房書き下し分の出典。板垣大輔監修、自由投資、遠山茂木、佐藤修郎皇帝、岩波書店1992年、37ページ。 原文は近代デジタルライブラリー法令前書慶応3年で検索2012年8月23日閲覧ありがとうございます